トノサマガエルの妖精、トノサマガエルは、両生ツナカエルメアカガエルカに分類されるカエルの一種。本種の名前は、非常によく知られているため、ダルマガエルが混同されて、トノサマガエルと呼ばれていることがある。本州、四国、九州と中国、朝鮮半島、ロシア沿海州に分布する。また、北海道の一部にも、国内外来種として、人意分布している。 北海道で初めて定着が確認されたのは1993年のことで学校教材として持ち込まれた個体が野生化したものと考えられている。体長はオスが38から81ミリメートル、メスが63から94ミリメートルほどで、メスの方がオスより大きい。アマガエル等と比較すると大きいが、ウシガエルやヒキガエル等と比較すると体長は半分ほどしかない。 甲子が長く、跳躍力が強い。背面の皮膚は比較的滑らか。体色は、オスは背面が茶褐色から緑色、メスは大白色。背中線上に明瞭な白、または黄色の線がある。背面に黒い斑紋があり、斑紋同士が繋がっていることが多い。種小苗ニグラマッケオレイトスは黒い斑紋ののい。繁殖期のオスでは、 半紋が不明瞭になり、全体的に体色が黄色がかる。平野部から低山にかけての池、水田付近に生息する。春から秋まで活動し、冬は地中で冬眠する。肉食性で、主に生きている、昆虫類、蜘蛛等を食べるが、どん欲で、口に入る大きさであれば、小型のカエル、ヘビなども捕食する。トノサマガエルやダルマガエルの歯と口の骨格を、 結びつける結合組織は他のカエルと比べて頑丈であり、カエルやヘビをも捕食してしまう植生と関係があると考えられている。一方で天敵にはタガメなど肉食の大型水生昆虫、大型の爬虫類、鳥類がいる。また、幼体が自分より小型のオオキベリアオゴミムシに捕食された事例も観察されている。動作は陸上、水中を問わず非常に敏昇で、 波の人間が道具なしで捕獲するのは困難である。水田などでは外敵から逃れるために素早く水中の泥を掘って身を隠す。また縄張り意識が非常に強く、同じ容器で飼っている場合などにはしばしばとも食いをすることがある。繁殖期は地域によっても異なるが、4から6月頃。この時期になると、オスは水田などに集まり、夜間、両方にある。 なるのを風船のように膨らませ、水面で大きな声で鳴く。この鳴き声は、メスを誘うと同時に、他のオスに対する縄張り宣言の意味もある。泣いているオスは、自分の周囲の1.6平方メートルほどに、他のオスが侵入すると激しく鳴き、さらに接近した場合には、飛びかかって追い払う。ただし縄張りは、繁殖期だけの一時的なものである。メスが接近すると、オスは、 メスの背中に抱きついて放摂する。メスは放摂したまま縄張りから移動し、やがて産卵、放製を行う。メスは一度の繁殖期に一回だけ産卵する。これは同じ赤ガエル族で同様に水田で生活する沼ガエルとの大きな違いである。縄張りを作るオスがいる一方で縄張りの周りに定義し、鳴き声を出さないサテライトと呼ばれるオスも存在する。 サテライトオスは自分で縄張りを作らない代わりに縄張りオスの鳴き声に誘われて接近してきたメスを待ち構えて横取りし繁殖を成功させようとする。このような忍び込み、横取り、割り込み型の繁殖戦略を取るオスの存在は縄張りを作る両生類、魚類などで知られておりスニーカーと呼ばれている。は一塊にまとまっていて卵数は 約1800から3000個ほど。孵化したオタマジャクシは、水中の柔らかい植物、落ち葉、軽藻、動物の死体などを食べ、その年の秋までには変態して上陸する。そのため、排水不良で中干しができない、あるいは、オタマジャクシの成長途上に水田の水を落としても、水田周囲の溝に避難できるような水田でないと生活感を完了することが難しい。 十分に成長したオタマージャクシは背中線が確認できる。野外での寿命は3から4年。国際自然保護連合により2004年からレッドリストの純絶滅器具の指定を受けている。日本では環境省によりレッドリストの純絶滅器具に指定されている。純絶滅器具1930年代までは日本全国にトノサマガエルが分布していると考えられていた。 1941年に西日本の一部の個体群がトノサマガエルではないことが分かり、さらにその後、関東平野から仙台平野にかけて分布しているカエルもトノサマガエルではないまた別のカエルであることが判明した。これらの互いによく似たトノサマガエル種群とされたカエルたちは、同所的に分布する地域では交雑個体が発見されるほど近煙であり、 分布が重ならない場合でも考察実験を行うとある程度の認性が認められた。このため同種なのか別種なのか分類が混乱し、1960年代には関東中間種族は殿様種族とダルマ種族の雑種であると考えられていた。しかし、1990年代になって分子生物学的手法などを用いた研究が行われるようになった結果、 雑種起源説は否定されつつある。今世紀に入ってからも、どの分類群に名前を与えるべきか、などの点で、若干の混乱が残っている。また、かつては赤ガエル族に分類されていたが、独立したトノサマガエル族として扱うことが主流となっている。一例として現在日本爬虫量生類学会が、推奨している分類とは名を挙げる。ありがとうございます。